はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあ、今日もやっていきましょう。ポケットモンスターサン&ムーンシングルレーティング。今日は特別編でお送りしたいと思います。よろしくお願いしまーす。ということで、皆さん、早速ゲットされましたでしょうか？色違いカップコケコ、全国配信開始ということで、全国にあるセブンイレブンでですね、受け取ることができます。なので皆さんぜひ今すぐ、任天堂 3DS を持って、ポケットモンスター3&ブーン入れて、ダッシュでセブンイレブンに行って、店員の目を盗んでもらってきてください。はい、万引きはしないでください。という感じで、早速モッティもゲットしてきましたんで、早速厳選開始したいなというふうに思います。シリアルコード的な感じですかね。シリアルコードか、セブンのその Wi-Fi からもらってくると、まあ、こんな感じでポケモンセンターにお兄ちゃんがいるので、早速話しかけます。こんにちは。どうもこんにちは。受け取りまーす。はい。カップコケコ、ゲットしました。ちなみに皆さん、カップコケコもらう前に必ず、レポートしてくださいね。もう遅いか。必ずですよ。はい。で、まあ、このカップコケコ早速見てみましょうか。せーの、ドン。はい。今回のカップコケコは、性格が臆病固定らしいです。はい。なので、まあ、特殊型カップコケコですね。ね、ほら、言ったじゃないですか、モッティ、シーズン1で。コケコは物理型で厳選しとけって、あれだけ言ったじゃないですか。ね、僕はこれを見越してましたから。嘘ですけど。なので、まあ、モッティはちょっと物理コケコ、特殊コケコ、両方で行きたいなというふうに思ってます。持ち物はエレキシードもら、持ってるんですね。まあ、後でもらっときましょう。では、早速見ていきましょうか。てか、かっけえな、やっぱ黒コケコな。評判すごい良かったですけどね。やっぱこうやって見るとしっかりかっこいいですね。で、古代地。古代地見ていきましょう。せーの、ドン。あー、なるほど。ですね、今回は、3V 固定らしいです。はい。なので、まあ、3V 以上のカップコケコがゲットできると。で、今回は、HP 攻撃防御が、最高値の V だったので、まあ、特殊コケコですからね、A は低いに越したことがないので、まあ、これはリセットしたいなと、いうふうに思います。で、まあ、特殊コケコなので、メザペールパワーの厳選もついでにやっといた方がいいのかなと、いうふうに思います。リセ！お、HCS、いいんじゃない？とりあえず、HCS3V カップコケコ引けたんで、じゃあ早速、目覚めるパワー厳選に行きたいなというふうに思います。で、カップコケコは、メザパワーですね、メザ氷と、メザファイヤーと、メザチですね。ミラーで撃つメザチの3択ですね。基本的には。で、メザ氷は、まあ、ほぼほぼ、ランドピンポ。で、メザファイヤーはほぼほぼナットピンポなので、まあ、本当にピンポイントなので、で、メザチは、まあ、ミラーか電気単に打つ感じなので、基本いらないっちゃいらないんですけど、まあ、あってもいいかな。というか、まあ、厳選めっちゃ楽なんで、まあ、ね、あるに越したことはないのかなって個人的に思うので、今回は厳選しようかなと思います。目覚めるパワーを覚えたら、ですよね。目覚めるパワーを覚えたら、あ、来た！すげえ、3匹目で来た。メザ氷。あ、採用。一応ね、まあ、メザ氷、メザファイヤー、メザチ、人それぞれだと思うし、まあ、実際入れるかどうかわかんないんですけど、一応まあ、コケコによく飛んでくるランドロスに対して打点が持てるのがいいのかなっていう。なんか、ちょっとダメージ計算したんですけど、なんか、弾とか、メガネとかかけないと落とせないらしいんですけどね、一撃で。まあ、チョキ切られたらもうおしまいとかそういうのもあるんですけど。まあ、あるに越したことはないかなと思うので。じゃ、とりあえずこのコケコを採用して、で、あと、B と S は王冠使って V にして、早速バトルで使っていきたいなというふうに思います。じゃ、ちょっくら、努力値振って、レベル100にしてきます。うっす。はい、ということで、カップコケコ、レベル100になりました。まあ、技とか、持ち物とか等々、こんな感じにしてみました。ですね、とりあえず電気 Z 持たせてみようかなと、火力をいろいろ調べてみたら結構火力足りなさそうなんで、やっぱ特殊なので。なので、まあ、10万、マジシャン、草結び、ボルチェン。まあ、どうなんだろうな。とりあえず草結び入れとこうかな、先発で投げようかな、みたいな、そんな感じですかね。はい。で、努力値ぶりは、まあ、普通に、CS ぶっぱで残り B って感じですかね。はい。で、しっかり王冠も使いまして、まあ、こんな感じで結構きっちり、特殊攻撃を作ったので、じゃあ早速使ってみようじゃないかといった感じですね。で、とりあえずリザードン連れてきて、まあ、リザワイとコケコでいい感じで火力でご利用していこうかなといった感じで、まあ、あとはいつものメンバーみたいな、そんな感じかな。はい。じゃあ早速色違いカップコケコ使って頑張っていきたいと思います。はい。対戦よろしくお願いいたしまーす。よろしくお願いされたくないですね。このタイミングでもう決まってる時点でって感じなんですけど。
よろしくお願いされたくないんですが、それは。リザか？リザがいいか？マリルリの方、いや、マリルリは下からになっちゃうから、リザの方がいいですね。はい、行きます。もう、お願いされたくないんで、対戦よろしくお願いし、お願いしません。お願いしません。お願いしたくありません。あれでしょ？クレッピーピクシー、鬼氷じゃないの。多分。うなぎやり？うなぎやり。さあ。何してくるかな？クレッピーかな？なるほどね。まあ、壁でも張ってくるんでしょう、おそらく。おそらく壁でも張ってくるんでしょう、きっとね。まあ、壁張ってきて、どうすんのかなって感じですか？どうしようかなぁ。まあ、とりあえずステロマイターアクビレンダかな。リフレック。これリザで、初手リザから投げて、じゃんけんした方が良かったかもしれないですね、もしかしたら。そういうのは手だったかもしれない。で、アクビ。毒毒。両壁毒毒。イカ様かな。ここ投げますか、リザ。投げますか。こどうしよう。いや、ここコケコが活躍しそうな試合にならなさそうなんで、もうちょっと個人的にあれなんですけど。さあ、リザ降臨。光の壁、あ、普通に光買ってくる。そうっすね。どうしようかな。で、ここで寝てくれるんだったら、でも身代わり張ればいいし、でですよね。これ変に粘らない方がいいか、これ。マジか？あ、でもま、ステロ巻いてるからわかるか。あ、え、変えてこないの？変えてこないここ。あ、そう。全然いいですけど。普通にそれターン数消費されるだけなんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど。さあ、身代わり。これで多分、まあ、クレッフィー側はやることなくなったでしょうし。まあ、言うて壁張っちゃったからターン数は消費されちゃうだろうし、みたいな。先手取ってきた。まあいいですけど、先手取れたってことは何？何？あれなのか。あれなんですね。粘土じゃないんですね。タスキなのか、じゃあ。そこまでして壁張りたい？オッケー。強。あ、でもタスキじゃない。え、なんだ？脱出ボタンでもない。え、なんだ、じゃあ。さあ、どうするんですかね、この、この状況。この状況どうするんですかね。残りピクシー鬼氷でしょ、だって。バレバレですよ。コケコいないのバレバレですよ。バレバレですよ、コケコいないの。どうするんですか。ピクシーから入ってきますね。はい。ピクシーから来ますね。そんで、ラスト光の壁ですか。あ！マジガじゃない。マジガじゃないっすね。マジガじゃないっすね。ダイヤモンジ当てていく！さすがのリザードン。はい。さあ、ここ何してくるか。おっとー！マジガじゃないよー！小さくなる。なるほど。最初はグーじゃんけんポンというところですか。行きましょうか。まあ、空火で落ちる火力ですからね。さあ、はい！せーの！オッケー！じゃあな。いい夢見ろよ。ポケモン楽しめ。さあ、ラス1へ、鬼氷さん。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、鬼氷さん。とりあえず守るでしょうからね。とりあえず守ってきて、まあ、ここ何かなって感じですけど、とりあ
いやまあ気合ボール打っとこうかね。まあさすがに守るでしょう、ここ守るでしょうね。はい。でここで何引かれちゃいけないんだ。 S と回避以外だったら全然いける。で文字で落とした方がいいっすよね。もうね、放射だったらもう勝ち確なんですけど。攻撃 OK、 防御 OK。 さあ頼みますか。ここしっかり決めてほしいですね。まあ、相手も相手としてこっちの身代わりありますからね。だいぶ苦しい状況には変わりないですから。はい、対戦ありがとうございましたちょっと待って、コケココケコエコケコエコケコエ。まああれだな、ポケモン楽しめ。ただ一言、楽しめポケモンを、それだけだ。はい、対戦よろしくお願いします。まあなかなかまたこれもコケコが微妙に刺さりそうで刺さらなさそうな、そんなパーティーですよね。これでも初手コケコとかの方がいいんですか、逆に。相手ガッサ見えてるってことはね、だし、まあ、テテフ対面とかになった時にテテフの持ち物わかるしみたいな、そんな甘いやつじゃない。でもまあ言っていいですよね、これでね。で、ラス1が、どうしよっかな。マリルリか？細かいとこに手が届きそうなのはマリルリですけど、言うてガブも怖いですよね。で、コケコも、そうか、コケコに対する打点がこれだとあんまりないのか。ってなると、ちょっと厳しい面がある。いや、だからって言って、でもちょっと止めなきゃいけないポケモン多いですからね。難しいな、これ。スカーフテテフだったらもう速攻で選んでるんですけど、今日エスパー Z なんですよね。で、Z2 枚なんで、あんま正直選びにくいなってところが実際ある。マリルリだな。ギャラでしょ。はい、対戦よろしくお願いします。やっぱニトチャリザワイってありなのかな、なんかそんな気もしてくるよね、すごい。でも身代わりがもうすごい使い勝手いいんで、僕。なんかどうも変えられないんですよね。すごい、かゆいとこに手が届くんだよな、ニトチャリザワイ。なんか第6世代の頃はネタで言ってましたけど。さてテフ。さてテフ、ポケコ対面は、相手の持ち物がわかる。さあ、色違いコケコ。今度こそ、真打ち登場だぜ。お、スカーフだ！スカーフだー、やべえよやべえよ、相手スカーフだよ、やべえよやべえよ、やばいよやばいよ、俺はスカーフだからやばいよ、これはガルドに変えるよ、やばいよやばいよ、やばいよやばいよ。これどうなんだろう、ここスカーフ。いやでも最近で打ってくるでしょ。いや逆に変に読んでシャドボとか打ってきて、いやでもそっか、でもその方が Z 打っちゃった方が安定するのかもね。最近ね、わかんないです。わからないです。はい。あなたの持ち物バレバレなんで。嫌ですね、それは。それは引いちゃいけないやつですけど。引いちゃいけないやつですけど、知ったこっちゃないんでシャドボ打ちます。まあ、突っ張ってくれるんだら儲けもんですよね。テテフ重いんで。かなりありがたいんですけど。まあ、だからつってバックで、何が出てくるのかなってとこですよね。ギャラーは、ギャラーか？ギャラー。ちょっとここ悩みますよね。ここ悩みません？結構ここ、いやでもガルド取っとかなきゃいけないんですよね。そっか、俺側からしたら取っとかなきゃいけないのと、結構ガルド見えてるんで、自信が結構一貫してるから、ここは普通に地震打ってくるだろうっていうところで、マリルリを投げておく。はぁ、あ、まぁ、竜舞されちゃったところで、ですけどね。竜舞自身じゃマリルリは落ちないので、マリルリだったらどうにかなるけどっていう、そんな感じ。さぁ、こんにちは。お久しぶりです。お元気ですか？メガ進化してくる。メガ進化してくるってことは地震か？いや、まぁ、あ、コケコいるから進化したのか。適当。適当。さあ。あ、竜前。オッケー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 。全然止まりますよ。全然止まりますよ。さあ。いきますか。マリルイちゃん、しっかり当てちゃって。しっかりぴっちゃり。ぴっちゃりってなんだ。当てちゃって。いいですよ。自信のその、じゃれつくを、ぶち込んちゃって。やっちゃって。自信、耐える。多分。多分。自信ない。
自信だけに自信ない、耐える、さすがのマリルイちゃん、ごめんね自信ないとか言っちゃって。 100?122?100?119? あ、乱数ですね。はい、ルル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 ル、何が困ったかというと、一匹突破できないポケモンがこれでできてしまったんですよね。まずいですよね。ラス1がそいつだったらアウティーなんですけど。ラス1そいつじゃないことってただひたすら祈るだけなんですけど。いやー、大丈夫かな。テレフから入ってくる。ここどうしよっかなー。マリルリと、いやーでもここ、いやーで、だから絶対どっちかなんだよね。でも絶対どっちかでも、結局、上取れないし、悪事打つまでに5ターンでしょ?いや、ここマリルイ姿勢でいいですよね。いや、もう罰ですよ。罰ですよ。罰です。最近ね、はい。罰です。罰です。で、どうしようかな。いや、きついことには変わりないですね。いやー、きついことには変わりないな。ちょっと、すごい読み方していいっすか、ここ。いやー、でもここ、でも取っとくよね。いや、スカーフだし、取っとかない。だって、裏ガルドだし。取っとかない。突っ込む、オッケー。これは耐えるでしょ、さすがに。さすがに耐えるよね。やべえわ、やっぱテテフトップメタだわ、マジで。よっしゃ、見せてやろう。これを見せたかったんですよ、僕は、今日の動画で。行くぜ。カップコケコ、色違いカップコケコの、Z、スパーキング、漆黒の、ガーディアンギガボルト、ドアはい、強い。やっぱあれですね。特殊は Z 一択ですね。やっぱ、メガネはいいかもしれないけど、弾とかだったらあれだしね。さあ、あとは、やっぱガーチョンプですよね。まあガーチョンプかなと思った。だがしかし、相手がもうスカーフじゃないことはバレバレなんで、これもう一発撃てる。もう一発撃てる。もう一発撃つ。マジカルシャインでどれぐらい入るんだ?ギリギリ落ちるか落ちないかぐらいのラインですよね、確かね。そうですね。ギリギリ落ちないですね、全然ね。はい。これ、影打ち、影打ち圏内結構キワいよね。正直結構キワくないですか。正直結構キワいと思うんですけど、それはただ自信を受け止められるほどの火力はあれなんで、いやもう撃つしかないんですけど、メザ氷にしとけばよかったとかそんなこと言わせないでくださいよね。せーの、はい。うん、対戦ありがとうございました。ギリギリだね。ギリギリですね。本当に。いや、まあでも、良かったんじゃないですか。Z 見れたし、色違い Z 見れたし、なんか、要所要所はしっかり抑えられたのかなって感じがしましたね。まあ、なんだかんだ、カプコケコも言うて、KP6 位でしたっけ?今6位か7位かだったと思うんですけど、まあそれなりに上位にいるポケモン筆頭なのかなという気はしましたね。はい。という感じで、まあ、とりあえずは、まあ、いわゆる普通のカップコケコではございましたが、皆さんぜひぜひ、この機会に正規版のね、しっかりね、色違いゲットしてください。ポケモンサンムーンは、ロックがかかってて、普通の野生の、カップコケコは色違い絶対出てこないので、皆さんゲットしてみてください。ということで、次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さあ、ポケットモンスターサン&ムーンのカップコケコの色違いこと、黒コケコの配布の日でございます。全国のポケモンセンターとかトイザラスとかセブンイレブンとかツタヤとかでもらえるみたいなんで、詳しくはホームページを見てね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。